い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、アーバンアウトフィッターズっていうアパレルのブランドとして有名なのかな、海外のブランドの通販なんですけど、洋服もあるし、あとインテリアもねちょこちょこあったりとかして、すごく可愛いものがたくさんあって、引っ越してインテリアどうしようかなって考えてた時に、このアーバンアウトフィッターズで何かいいのないかなって見てたんですけど、すごい可愛いのがたくさんあって、結構今回ね色々買いました。洋服も買ったし、インテリアみたいなちょっとした小物とかなんですけど、それも買ったので、今日はそれを紹介していきながら、主に今回はトイレをね可愛くしようと思って購入したものがたくさんあるので、最後に実際に並べてみた感じもお見せできればなっていう風に思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ではまず洋服をね紹介していきます。じゃじゃん、こちら。すごい気合の入ったお出かけ着とかじゃなくって、なんかラフに着れるような部屋着っぽい感じのやつなんですけど、これがブラトップなんですけど、これ以外にもこれと同じ素材で、じゃん、こちらハーフパンツと、じゃーん、こちらジップのパーカー、ちょっとショート丈なんですけど、このパーカーと、さらにじゃーん、フレアのパンツ、ロングパンツですね。これがね一応ブラウンだったかな、カラー表記はブラウンなんですけど、まだらな感じのすごくおしゃれな柄で、ちょっとタイダイっぽいかなっていうふうに私思うんですけど、最近なんとも言えないようなマーブル柄っていうか、こういうのもすごい気になってて、この素材っていうかこのカラーめっちゃ可愛いなと思って、確か多分これで全部だった気がするんですけど、このビッシェみたいなのとハーフパンツとフレアパンツとパーカーがあって、いや私もうどうしようかなって一生悩んだんですけど、何か諦めて後悔したくないなっていう風に思って全部買いました素材もねすごく伸びる感じの着やすい素材なので、なんか部屋着とかにもいいと思うし、ちょっとトレーニングする時とかそういう時にも使えるなっていう風に思います。もちろんお出かけする時も使えると思うんですけど、海外のブランドなのでやや小さめでもいいかなっていう風に思って、ちょっと小さめを全部買ってるかな今回は。このビスチェが XS、 このパンツは S ですね。このフレアのロングパンツも S サイズ、このパーカーはちょっと私オーバーサイズに着たかったので、これは M サイズにしました。これセットできたら絶対可愛いですよね。部屋着でもいいし、普通にお出かけにもいいし、 T シャツに着たりとかしても、これがすごくインパクトのある柄なのでアクセントになって可愛いと思うし、パーカーもちょっと家にいて肌寒いなっていう時とかに羽織れたりもするし、いろいろ着回しが効きそうかなって思います。はい、ということで続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。え、何このちっちゃいバッグって思った方もいると思うんですけど、これは、AirPods ケースです。これ前に私インスタでストーリー上げた時に質問もいただいていたんですけど、アーバンアウトフィッターズで買いました。私 AirPods 普通の AirPods でこれをずっと使ってるんですけど、これをこう入れてなくさないように肩からかけれるみたいな AirPods ケースのバッグになってます。 AirPods ケース、私カバンにつけるタイプのやつを友達から誕生日にもらって、それをね使ってるんですけど、たまにバッグによっては引っ掛けられないなっていう時があって、普通にバッグの中に入れるのもいいんですけど、イヤホンとかってパッてすぐ取り出せる方がいいかなっていうことで、こういうミニバッグも最近流行ってるし、アクセサリー感覚で持てるようなバッグなので、これをね買ってみました。ブラックのシンプルな感じで、レザーにシルバーのこうチェーンがついてます。ちゃんとコードもさせるようになってるので、このまま充電もできるし、パッてかけるだけで可愛くなると思うので、買ってよかったなって思います。私これインスタに載せた時にお姉ちゃんから DM が届いて、ついにそんなにバッグちっちゃくなったのって言われて、いや違う違う、これ AirPods ケースだよって言ったんですけどそう、さすがにねこれだともう何も入らないので、まあ AirPods 専用のバッグになっております。続きまして、じゃじゃじゃーん、こちら。アーバンアウトフィッターズは結構ブランド、セレクトショップみたいな感じなのかな、私もちょっと詳しくは分かんないんですけど、こういうちょっとしたブランド物も置いてて、私初めて買いました。アグムートンブーツがすごく有名なブランドなんですけど、めっちゃ可愛いっていうのがあったんですよ。それがじゃーん、こちらでございます。もう可愛すぎません、このフォルムよ。やっぱアグって言ったらこのねモコモコなシューズだと思うんですけど、ルームシューズとしても使えるんですけど、普通に外に履いていくシューズとしても使えるので、後ろもちゃんとゴムになってるので、フラット出る時とかこういうの履いても可愛いなって思いました。ソックスと合わせて私は履きたいですね。これね色も可愛いんですよ。ちょっと濃いめなグレーになっているので、白ソックスとかともすごく合いそうだし、とても使いやすそうだなって思います。こちらはゴムのバンドになっててめっちゃ可愛いですよね。ということでアパレル関係はこれで終わりです。じゃあ続いてインテリアいきたいと思います。まずはじゃーん、こちら。これもねすごい可愛いんですよ。ターン、 Do not disturb。
さあ邪魔するなっていう面白くないですかこれ。私はもうトイレに引いてやろうと思って、トイレに引こうと思って買ったんですけど、そういうなんかメッセージがあって面白いなと思ってこちらにしました。これバスマットなんですけど、一応たくさん種類があって、この他にも結構いろんなメッセージ性のあるものもあったりとか、普通に柄が可愛いものもあったりとかしたので、ぜひ探している方は見てみてください。後で実際に引いてみたいと思います。そしてまああとはちょっとした小物とかなんですけど、じゃん、こちら一見これ何ですかっていう三日月のオブジェかなんかですかみたいな感じに見えると思うんですけど、ここに分かるかな、ちょっと切れ込みみたいなのが入ってるの分かりますかね。そう、これは写真立て、写真をここにはめ込んで飾れるみたいな、そういう置物になっております。これもなんか形も可愛いし、トイレとか写真とか飾ったりしても可愛いかなっていう風に思ってこちら買いました。ちょっとまだ何の写真飾るか決まってないんですけどまあそれは後々探していけたらなっていう風に思います。では続きまして、じゃじゃーん、こちら花瓶ですね。花瓶ってお花とか入れなくても可愛いじゃないですか。オブジェとしても成り立つみたいな、トイレに置きたいなって思って買ったので、何かお花を飾ろうかなっていう風に思うんですけど、このままポンって置いてあったりとかしてもすごいおしゃれなデザインで、これもいいなと思って買いました。これもなんかちょっとマーブルっぽい感じの柄かなになってて、形もスタイリッシュで可愛いです。最近おうち時間が増えたからか、結構みんなお花を飾ったりとかしてる人最近よく見かけていて、私今まで造花を飾ってたんですけど、まあ造花もねまだあるんですけど、本物のお花もこれを機に飾ってみようかなって思って、頻繁にこう買い替えて飾っていきたいなっていう風に思ってます。そして続いててラストなんですけど、じゃーん、こちら、これもねめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっと私のテイストとは違うと思います。可愛らしい感じですよね。お花もついてたりとか、ハンドソープの入れ物なんですけど、なんか私のこのお部屋の雰囲気、全体の雰囲気はまあモノトーン系、ブラックとかグレー、ホワイトとか、なんかそういう感じでまとめたいなって思ってて、あんまり色のない感じのお部屋なんですけど、逆にトイレは雰囲気を変えても面白いかなって思って、ちょっといつもと違うようなテイストのものを今回たくさん買ってみました。なんて言うんですかね、こういう韓国っぽいって言えばいいのかな、可愛らしい感じのインテリアも流行ってて、そういうテイストのものが割とアバウトフィッターズにはあって、私もインスタとかでそういう方の部屋とかインテリアとか見てて可愛いなとは思うんですけど、部屋全体をそうするのはちょっと勇気が出なくて、せめてトイレだけでもそういう雰囲気にチャレンジしてみようかなと思って今回揃えました。これねガラスじゃないんですよ、プラスチックになっているので、誤って落としちゃっても割れないしなっていうのでいいかなと思ってこちら買いました。でこの透明のクリアの部分もちょっと緑がかっていて、またそこも可愛いなっていうふうに思います。はい、というわけで以上が購入品でございました。最後ちょっとだけトイレのビフォーアフターをお見せしようかなと思います。ということで今私のビフォーの現状のトイレはこんな感じです。もうマジで殺風景で何もないんですけど、このねスリッパ結構気に入ってて、スリーコインズで見つけて可愛かったので買いました。ここに謎にこのトイレの標識みたいな、タイに行った時になんか可愛いと思って買ったんですよ。わかるかな、面男の人の方は M になってて、体の部分が女の人の方は W ウーメンになってて、シンプルだけど可愛いと思って買いました。一応こう壁にかけれるように紐を通すところはあるんですけど、どうしようと思ってここに置いてます。でこれは IKEA で買った花瓶で、これはね偽物なんですけど、とりあえず刺してます。これも本物のお花とかに変えれたらなって思ってます。でここはトイレットペーパーの替え入れたりとかしてるんですけど、ニトリで買ったかな、これはが置いてありますね。でこの辺がちょっと寂しいので、なんか置きたいなって思ってます。ということでさっき紹介したものを飾ってみます。はい、ということで模様替えできました。それではオープン、じゃじゃーん。まずこちらがマットですね。こんな感じです。可愛くないですか、このスリッパとも結構合ってて可愛いんですよ。でインテリアの方はこんな感じです。わかるかなここはハンドソープのやつですね。手洗うところに置いてます。可愛い。でこっち側ですね、もともとあった花瓶もすごい可愛くて、お花をやっと変えたのでこんな感じで飾ってます。私がお花初心者すぎてこれでいいのかわかんないんですけど、こういう感じで飾ってます。これがチューリップで、これが何だったかな、ヌーなんとかちょっと名前が難しかったんですが、可愛いお花を飾りました。やっぱお花があるだけで結構可愛くなりますね、雰囲気が全然違う。でここ
子がこれね写真現像してきたんですけど、コンビニで私がこれ撮ったんですけど、すごい夕日が綺麗な日があって空を撮ったんですけど、それをプリントしてここに飾ってます。雰囲気も良くて気に入ってます。ということで全体はこんな感じになりました。はい、ということでちょっと別日なので格好とかね変わってるんですけど、こんな感じで模様替えしてみました。結構可愛くできたなと思って自分では満足してます。ぜひね皆さんもアーバン&フィッターズ見てみてください。可愛い小物とか洋服ももちろんそうなんですけどたくさんあるのでチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Yeah.